フリルフラマイドはかつて日本で使われていた食品添加物、通称 a f に、上野製薬が製造していた。安全性に問題があるとされ、1970年代前半にその使用が社会問題化したため、1974年に使用が禁止され、現在は使われていない。もともとは主にボツリヌス菌に対する殺菌能力を持つ。 防腐剤として1965年に厚生省が認可。構造としてはフランにニトロ元を加えたニトロフラン誘導体。製造元の上の製薬ではトフロンの商品名で豆腐用の防腐剤として販売していたほか魚肉ソーセージ等の製造の際に添加物として利用されていた。しかし1969年5月にアフタヌーン省においてトフロンが 人体に有害であるとして、公害問題評論家の軍司厚高が金魚が泳ぐ、水槽の中にトフロンを投入し金魚が絶命する様子を見せた、あたりから、徐々に、その有毒性が問題視されるようになる。実際に、体重 1kg に対し 0.42g で、致死量に達するという毒性の強さから、1970年には、早くも、国会で、 その利用が問題として取り上げられている。そして1971年に東京医科歯科大学教授の戸野村明らのグループにより AF2 が人の染色体に異常を起こさせることが発見される。さらに1973年には国立遺伝学研究所の田島八太郎らのグループによっても AF2 がバクテリアの遺伝子に突然変異を起こさせることが確認された。 その後、AF2 に発言性があること、AF2 が肝臓内で、さらに毒性の強い別の物質に変化する可能性があることなども研究で明らかになった。これらの影響から AF2 の使用が社会問題となり、当時日本水産などはいち早く AF2 を使わない、魚肉ソーセージの販売を開始するなどの動きを見せた。さらに AF2 を使用していた。 豆腐製造業者の間に皮膚炎や神経障害の症状が出たことも報告された。最終的に1974年8月27日に AF2 の食品添加物としての認可が取り消され、以後添加物としての使用は禁止された。また後に、そもそも厚生省が当初 AF2 を認可した際の根拠とした安全性試験のデータが、実は、 上の制約側が行った実験のデータであったことも判明し当初の認可過程自体に問題があったのではという批判も見られたただ薬品関係の研究者からは当時は研究者の変異原性試験の経験が浅く陽性という試験結果だけが一人歩きしてしまった投与量は当時としては極めて高い要領で科学的根拠よりも行政的な目的を持った 容量設定であったとして、AF2 の危険性が過大評価されてしまっているという意見も出されている。2014年現在は、インビトロ系では陽性だが、インビボ系では陰性という評価が、研究者の間では広がっている。ありがとうございます。